供与武器でロシア領の攻撃承認も。NATO 総長が検討提案。北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は、英氏エコノミストが24日に報じたインタビューで、同盟国はウクライナに供与した武器の使用制限を解除するかどうかを検討する時期に来ていると述べ、ロシア領内への攻撃に使うことに理解を示した。欧米はロシアとの緊張激化を懸念し、ロシア領内へは使用しないよう求めてきた。ストルテンベルグ氏は、ロシア国境に近いウクライナ東部ハリコフ州で激戦が続く中、ロシア領内の軍事目標に対する兵器使用の可能性を否定することは、ウクライナの防衛を非常に困難にすると指摘した。ウクライナはロシアに侵略されており、自衛の戦いをしています。身近にいる大切な人や生活、これからも生きていく愛着のある場所を守るためには、ロシアの武力に対して応戦するしかありません。ロシア国内の軍事目標を攻撃することは、ロシアの継戦能力を奪うために重要です。ATACMSの成果が出てますし、欧米は長距離攻撃可能な武器供与を強化し、ウクライナに勝たせる支援を重視すべきでしょう。ロシア大統領がベラルーシ訪問、戦術核で協議へ、欧米牽制。ロシアのプーチン大統領は23日夜、2日間の日程でベラルーシを訪問し、ルカシェンコ大統領と会談した。インタファクス通信などが報じた。プーチン氏はロシア軍が21日に開始を発表した戦術核兵器使用を想定する演習へのベラルーシの参加についても協議すると述べた。プーチン氏は昨年、国家統合の手続きを進める同盟国ベラルーシにロシアの戦術核を配備。核の共同運用により、ウクライナ侵攻をめぐってロシアと対立する北大西洋条約機構を牽制する意図とみられる。ベラルーシ国営ベルタ通信によると、両首脳の協議内容は23日が主に安全保障問題、24日は経済協力という。フランスがウクライナへ派兵なら、政治的次元超えた報復措置取る。ロシア外務省。フランスのマクロン大統領が検討しているウクライナへのフランス軍の派兵をめぐり、ロシアの外務省幹部は政治的次元を超えた報復措置を講じると述べました。ロシア外務省のストゥデニコフヨーロッパ第一局長は、国営ロシア通信が22日に掲載したインタビューで、ウクライナにフランス軍を派兵した場合のロシア側の対応について、政治的次元をはるかに超えたものになる。何度もフランス側に警告していると述べました。また、ウクライナに派兵されたフランス軍は、ロシア軍にとって正当な標的となると述べました。ロシア国防省は21日、戦場での使用を想定した戦術核の演習を開始したと発表しました。外務省は6日の声明で、演習は西側諸国の挑発的言動への対抗措置だとしていて、ウクライナへの派兵や F-16 戦闘機の供与は破滅的な結果をもたらすと主張しています。ウクライナへの西側諸国の軍の派遣をめぐっては、マクロン大統領が今年2月以降、発言を続けています。エストニアのカラス首相も20日に掲載されたフィナンシャルタイムズのインタビューでエストニア軍の派兵の可能性について言及しました。フランス軍が派兵されたとしてチェチェン軍や高額報酬と引き換えに勧誘したネパール、ウズベキスタン、ソマリアの人々と同じように直ちに前線に送り込まれるということはないでしょう。後方支援といったところではないかと思いますが、過敏な反応を見る限り、間接的でも NATO 加盟国の参戦は脅威なのでしょうね。しかし、
NATO 諸国も核を保有するロシアの脅しは脅威であり、後方支援だったとしてもすぐには参戦しないかと思います。ウクライナは各国から集まった義勇兵も現在はほぼいないようですし、しばらくの間はウクライナ軍のほか、プーチン体制に反旗を翻している自由ロシア軍やロシア人義勇兵の組織のシベリア大隊などと共に耐えしのぐほかないのが現状かと思います。強国から国の主権を守ることはとても大変なことであり、日本も人事ではない気がします。ロシアは戦車や戦闘機の供与についても似たような警告をしていましたが、今やウクライナ軍のエンブレムをつけたレオパルト2がウクライナの大地を疾走していますし、F-16 が上空を遊飛するのも時間の問題となっています。ロシアの警告とやらは今や完全に足元を見られ、舐められているようですね。近い将来、NATO 軍の地上部隊が展開していても、もはや驚きません。米、430億円支援表明。ウクライナ激戦地へ武器迅速供与。ワシントン共同。バイデン米政権は24日、ロシアの侵攻が続くウクライナに2億7500万ドル、約431億円相当の追加軍事支援を実施すると発表した。大統領権限で激戦が続く東部ハリコフ州などへ高機動ロケット砲システム、ハイマース用の弾薬や対戦車ミサイル、ジャベリンなどを迅速に届ける。国務省によると、追加支援は4月下旬にウクライナ緊急支援予算が成立して以来5度目。今回の供与分には、化学・生物兵器や核兵器からの防御装備も盛り込んだ。ロシアがベラルーシと安保協力強化。プーチン大統領、核で欧米牽制。ロシアのプーチン大統領は24日、ベラルーシの首都ミンスクで、前日に続きルカシェンコ大統領と会談し、ロシア軍が21日に始めた戦術核兵器使用を想定した軍事演習について協議した。プーチン氏は、国防と安全保障分野で協力を強化すると表明。演習はベラルーシも参加予定で、ウクライナ侵攻をめぐり対立する欧米を牽制した。ロシアは同盟国ベラルーシに昨年戦術核を配備した。核の共同運用で北大西洋条約機構に対抗する。ルカシェンコ氏は会談で、ロシアとの軍事技術協力を通じ、欧米が制裁で供給を禁じた製品を代替する事業に取り組むと応じた。プーチン氏は会談後の記者会見で、戦術核演習は NATO の活動と比べ異常なものではないと正当化し、ロシアは核兵器に関する義務を完全に遵守していると主張した。ウクライナとの停戦交渉をめぐり、交渉再開の必要性が再び議論されていると指摘。ウクライナは2022年の交渉の基本合意と今日の現実を認めて交渉に戻る必要があるとし、ロシア側は準備ができていると述べた。ウクライナ合意署名7月までに日本との安全保障協力。キーウ共同。ロシアの侵攻が続くウクライナのアンドリー・シビハ第一外務次官は、安全保障に関する日本との協力に関し、7月の NATO 首脳会議までに合意文書に署名したいと語った。インド太平洋地域との連携強化を目指すウクライナは、同地域での日本のリーダーシップにも弱い時期を示した。共同通信の単独インタビューに23日までに応じた。ウクライナの長期的な安全保障を約束するため、先進7カ国 G7 を含む各国が
ウクライナと二国間の安保協力の合意に向けて交渉を進めている。これまでに英国やフランス、カナダなど計9カ国が署名した。日本とは人道支援やエネルギー技術、サイバーセキュリティ強化、偽情報対策などの分野で協力を協議。インド太平洋地域のリーダーとして日本が最初に署名する国になるよう願っていると述べた。ウクライナが提唱する和平案、平和の公式を協議するため6月に開催される世界平和サミットが平和への重要な一歩となり、ウクライナだけではなく全世界の利益になると信じていると強調した。日本が中ロの軍事力に対抗できる軍事力を保有する国ならともかく、今の憲法の制約による自衛隊の軍事力では侵攻を思いとどめさせることも太刀打ちすることもできない。なのに日本はウクライナに日本が全面支援するかのような期待を持たせる行為をした結果、このようにウクライナが日本を頼ってくる。フィリピンに対しても同じだ。アジアの他の国のように日本も自ら首を突っ込まなければ日本に支援を求めるようなことはなかったはず。結果において日本も危険な状況に追いやられる可能性がある。日ロの非核化協定破棄、侵攻で関係悪化受け。ロシア政府は24日、極東での退役原子力潜水艦解体などを日本が支援するために1993年に締結された日ロ政府間の非核化協力に関する協定が今月21日付で破棄されたと発表した。ロシアのウクライナ侵攻により制裁を科した日本との関係悪化を背景に、ロシア外務省が昨年11月、協定の履行停止を日本側に通告し、半年後に破棄されることになっていた。協定はソ連崩壊後の混乱の中、ウラジオストクに基地を置くロシア太平洋艦隊による日本海への放射性廃棄物投棄が判明したことを受け、締結された。協定に基づき、日本が原子力潜水艦の解体費用を出していたのに、費用の返還なく一方的に破棄とは恩知らず。ロシアの原子力潜水艦はロシアの予算で解体すべきなのに、日本に無償で支援してもらっていたことについて感謝もないようだ。